ん、砂漠で考えた踊り早く僕に教えてよ。慌てないで、目を閉じて、落ち着こう。星々に照らされるオアシスを思い浮かべてみて。自分がゼリーのように透き通った水の一部になったところをイメージするの。世界は人を知らんぷりして一瞬も止まってはくれない。でも踊り子は警戒に舞って大勢の注目を浴びる。行くよ。魅力的な踊りは水が沸騰するように、小さな驚きが大きな歓声になる。観客を夢中にさせたいなら一番激しい水の花を咲かせなくっちゃ。波の花と共に舞いよ。ニーロ、明日使うリボンどこ行ったか知らないか。あ、リボンなら砂漠で練習した時に、あ、なんとかするね。